デバッキング真空サービス JTAG というタイトルで発表させていただきます。西永です。誰かっていうのもご存知の方も多いかもしれないんですけども、今はホビーエンベデッドプログラムになってます。 GSOC 2016年に Linux Foundation で、グレッグさんのグレッグクローハートファンさんの下で、Linux の ARM マイコへの移植とか、あと U ブートに、パッチを送ったりとかしてました。GitHub のアカウントとスピーカーデック、あと Twitter も T にしなくてはアカウントでやってます。で、今回お話しする真空エサーって何者かって、これも皆さんちょっとご存知だと思うんですけども、別名リナのデベロッパーボックスっていうもので、ARM6 のデスクトップマシンです。スペックとしてはプロセッサーとして ARM の Cortex-A53 が24コア乗っていて、メモリが DDR4 の4スロット、デフォルトだと4ギガ積んでいて、あと PCI Express があったりだとか、SATA がつながったりとかしています。お値段が大体13万円くらいです。で、今回の内容なんですけど、課題として、このシンクエサーを使って、僕、Linux のカーネルだとか、ベアメタルのコードのデバッグがしたかったんですけれども、残念ながらそのための情報っていうのがシンクエサー、公式ではまだ出ていないという状況です。で、この問題を、公開情報とオープンなツールだけで解決できないかなってやってみたのが今回の、話になります。で、成果としては、JTAG デバッカーを使って、シンクエサーの CPU の、レジスターがきちんと見えるようになりました。で、しかもこれを、公開情報とオープンなツール、オープン OCD だけで、できています。というわけで、今回の発表内容なんですけども、JTAG デバッグをつなぐためにどうやって、結局調査していったかとか、あと、なぜそれを調べようと思ったか、あと何を調べたかみたいな話と、あとを、発表しようと思います。で、これはどう役立つかというと、今回みたいに、まだ情報、JTAG のデバッグの情報が公開されてないような ARM ボードとかのハックだとか、あとは僕、今、お仕事的にはセキュリティみたいなことをやってるんですけども、そういうところだと、ハードウェアのペンテストとかで、役立つかもしれません。なので、最初にいろいろ、そもそも JTAG デバッグができるのかっていうところを調べていくんですけれども、まず最初に、シンクエサーは、JTAG 接続用の ARM の20ピンの JTAG ポートが、基板の上についています。これは製品情報からも見られることができます。で、もう一つ、JTAG をデバッグするためには、基板から JTAG のピンが入っていることと、そこにつなぐ JTAG のアダプターがあると。で、その JTAG のアダプターと通信して DDB サーバーを立ち上げるための JTAG、なんて言えばいいんだろう、 JTAG アダプターと通信するためのソフトウェア、これ OpenOCD という無料のツールがあるんですけど、フリーのツールがあるんですけども、これが、アダプターと、そのターゲットに対応していることとが必要になります。で、OpenOCD はどうも、バージョンの 0.11.0、これ多分 Git の最新版とかの方のバージョンなんですけど、これが、ARM64 をサポートしていて、例としては、ハイキーボードって言われているものですね、ハイ6220っていうやつが、デバッグできるようにもうすでになっています。あとは、ARM は、デバッグの時にコアサイトっていうデバッグユニットにアクセスしてやるんですけれども、このスペシフィケーションのデータシートが、データシート、テクニカルリファレンスマニュアルが、コンフィデンシャルじゃないところに公開されていて、誰でも、アクセスができるようになっています。で、ここにアクセスできてしまえば、結構自由に情報が見られます。あとはですね、これはちょっと、公式に公開されているドキュメントに書いてあったことじゃないんですが、シンクエーサーは JTAG デバッグ用のモードがありまして、SW2 の8番のピンスイッチをポチッとオンにすると、Linux もちゃんと立ち上がってくるし、JTAG デバッガーも見えるようになる。デフォルト そのシンクエーサーがこの状態にしてくださいねっていうのをスイッチのモードにしておくと、そもそも JTAG デバッガーとしてが、JTAG デバッグ用のタップが見つからないみたいな状況になるんですけれども、2の8をオンにするとなぜか見つかるようになるってなってます。で、ここ何者かっていうと、これちょっと面白いんですが、これ見えますかね。シンクエーサーの上にある、スイッチ2番がこのモジュールな、このなんだ記号なんですけれども、ここつながってるとこ、これシンクエーサーのソックだと思うんですけど、ソックの方のここに何が書いてあるかっていうと BT モードとか書いてあるんですよね。で、
真空さんのマニュアルで、ファームウェアをリカバリーするときにここのスイッチをいじってファームウェアリカバリーモードにしなさいよっていう記述があるんですが、つまりこれは、ブートモードを制御しているスイッチなのかなっていうのがここから想像がつきまして、適当にポチッとやってみると、これ 8番じゃないか、8番でいいのか、つきまして、ファームウェアリカバリーをするときは7番をポチッとオンにするんですけども、ここじゃなくて8番のところをポチッとやってみたら、なんかあれ Linux がちゃんと立ち上がってくるし、しかも JTAG も見えるようになるし、これはちょっと見つけちゃったかなっていう感じになっています。でこの以上の結果から、ああどうもこれ、JTAG デバッグできそうだなっていうのが分かりまして、まあ、今回の取り組みができそうだなっていうのが分かります。でここまで分かった後にどうしても必ず作らなきゃいけないものがあって、これは一つだけです。OpenOCD 用の、ターゲット用のコンフィグを作る必要があります。で、まあ、これを作る過程でいろいろあるんですけど、まあ、今回のトピックとしては、まず、どうやっていったかは、最初から1から作るのはちょっと僕、まだ全然知らなくてできなかったので、ハイキーボード用の、コンフィグを見ながら、まあ、必要な値を、まあ、ピックアップして、でそれを調べまず調べています。まあ、そもそもこの値って何なのっていう話だとか、どうやってその値を得るのっていう話を見つけたりだとかして、調べ物が終わったら、あとはその情報に従って、まあ、ハイキーボードのコンフィグを参考にしながらコンフィグを作って、まあ、テストしてみるということをやっています。シェア、最後に、これの情報共有なんですけれども、まだちょっとできてないっていう状況になってます。だって最初に、ハイキーボードのコンフィグを見ていく話ですね。これ、この URL をポンチってやると、まあ、コードが出てくるんですけども、見えますかね。こいつを眺めていくとですね、まず最初の方、ここは飛ばしてよくて、DAPID とかもこれは多分定義なので飛ばして、まず最初に作らなきゃいけない。これか、まずなんかタップっていうのを作らなきゃいけないんだなっていうのがここでまず一つ分かって、で、もう一つその下にダップっていうのがありまして、これもどうも作らなきゃいけないで、ダップ、作らなきゃいけないっていうのが分かります。あとはなんか、CTI っていうデバイスのアドレスみたいなのをゴリッと書いてあるんで、これもどうも調べなきゃいけなさそうだなっていうのと、あとまあなんかこれ、セットコマンドって言ってて、これちょっと分かりづらいんですけど、これが後で実行されるコマンドの中身ですね。ターゲットっていうのもなんか作ってるなっていうのがここから分かりまして、これらを拾っていくと、まあなんかどうもタップとダップと CTI とターゲットっていうのをまあ調べて作らなきゃいけないなっていうのが拾うと分かります。で最初にまずテストアクセスポートタップっていうのを調べたんですけども、これはあの JTAG の機能で、テストを行うロジックにアクセスするためのポートになっています。OpenOCD では、タップデバイス作成のために、まあ、タップコントローラーの ID コードの指定をしなきゃいけないんですが、これ、実は、探る必要はなくてですね、OpenOCD の場合、アダプターをちゃんと使えるようにしておけば、オートプローブ機能で、勝手にタップを調べてくれます。であとこんな感じで、まあなんかタップデバイスファウンドとか言われるんで、この見つかったタップ ID を使ってタップを作りますっていうコンフィグを作れば OK になります。ちなみにこれちょっとなんか僕はこれ面白いなと思うんですけれども、シンクエーサーってどうもタップが同じ ID で2つ生えてるみたいでよくわかんないんですけども、頭の方にアクセスするとそのファームウェアとかをリカバリーするときに使う Cortex-M3 とかの方につながるんですが、もう一個実は生えてて、そのもう一個の方にアクセスすると Cortex-A53 の方にアクセスができるっていう、まあそんな状況になっています。 ID 一緒なのにどうやって指定するんですか？わかんないですか。2つポンポンとやると、後ろ側だったらアクセスができるみたいな状況で、これはちょっと僕が JTAG 詳しくないので、 JTAG に詳しい方がいたら教えてくださいっていう状況ですね。これは許されるのかっていうのも正直よくわかんないんですが、はい、2つ作ると片っぽでアクセスができるようになります。で次に DAP なんですけれども、こちらはですね、JTAG の機能ではなくて、その先、ARM のコアの方のデバッグコアの方ユニットの話なんですけれども、
それはアームコアサイトをデバッグユニットにアクセスするためのポートになります。詳細はちょっと省くんですけれども、 OpenOCD の場合はタップがもうすでに作られていれば、そのまま以下のコマンド、タップクリエイト、ダップクリエイト、なんちゃらかんちゃらダップと、これダップの名前ですね。ダップの名前を指定してチェインポジションというオプションで、タップ名を指定してあげれば、ダップの生成ができます。あと、もう一つ、クロストリガーインターフェースっていうのも作らなきゃいけません。で、これ正直詳細が全然よく分かっていないのですが、背景のコンフィグを見ると、CTI ベースアドレスを CPU のコア数分調べる必要があるみたいです。で、これの調べ方なんですけれども、DAP のロムテーブルに、DAP につながったデバイス情報が、書かれています。これは、僕が解析したとかそういうわけではなくて、コアサイトのマニュアルの中にきちんと書いてありまして、読んでいくと、どうもその DAP の、ロムテーブルを読むときちんとそのつながってるペリフェラル全部見えるよっていうことが分かります。で、じゃあどうすればそれが読めるかというところなんですけれども、そのロムがどういうふうに構成されているかという情報とかも全部コアサイトのマニュアルに書いてあるのですが、そんな面倒くさいことはしなくてよくて、OpenOCD ので、DAP が作れていたら、その DAP に対して DAP インフォコマンドを発行すると、ROM が読めるようになっています。で、実際に読んだ ROM が、これちょっとシークレットギストなんですけれども、こんな感じになっていてですね、なんか、とにかく長いこう、ログがガーッと出てきます。で、この中から、プロセッサーネーム、今回はコーテックス A5 さんの CTI というふうに検索すると、いくつかエントリーが見つかって、24個分見つかります。でシンクエーさんのコア数が24個なんだ、これはドンピシャだなというのが分かりまして、そのアドレスを使えば、CTI の生成ができます。ここであと Tips なんですけども、僕がドハマりしたポイントで、この、ROM の中身なんですが、全てのコアを起こさないと全部の ROM の中身が読めないっていう風になっているみたいです。なんでハマったかっていうと、シンクエーサーってまず最初に UEFI が立ち上がってから、そこは Linux が起動するんですが、どうも UEFI が立ち上がった直後ぐらいだと、コアが全部起きてないみたいなんですよね。するとですね、一部しか ROM が読めなくて、なんか2コア分しか見つからないんだけど、残りの22コアはどこみたいな状況になったんですけれども、Linux が立ち上がった後に、もう一回 DAP インフォしてみたら、きちんと24コア分見つかったので、もし同じことする人がいたら、Linux をちゃんと立ち上げて、すべてのコアを叩き起こしてから、やった方がいいです。で、これまでの情報があれば、あと最後のターゲットの作成っていうのは簡単で、デバッグ情報対象を作りますと。これは、OpenOCD だと CTI の情報を引数にして作成すればよくて、参考にハイキーボードのそのコンフィグの中だと、ここの部分ですね、タップクリエイト、ターゲットネームはこれただの名前なので、よくて、で、アーキテクチャが AR64 で、このダップにつながってるやつで、で、コアの ID が、0とか、0から、僕さ、今回の場合23ですね。して、あと CTI のところで、アドレスを CTI のベースアドレスを入れれば、完成ですと。で、実際に作ったコンフィンはこのようになっています。一応こんな感じになっていて、タップ ID が 6BA0700477 で、2つ立ち上げますよと。で、ダップのクリエイトをやって、あと CTI ベースがこれ、なんか、あとこれ24個分書いてあるんですけども、24個分並べてあります。で、あとは、この辺りでフォア分で、ターゲットの作成をやってまして、ターゲットクリエイトで、CTI クリエイトでまず CTI デバイスを作った後に、それを、ターゲットに当ててターゲットを作成していくっていうのになってます。あとこれちょっとまだ理由が分かってないくて、これはそのなんかハイキーボードの受け売りなんですけれども、コア0は初期化するんですけど、コア0以外はディファイグザマインってこれ確か初期化しないみたいなやつだったと思うんですけど、せずにやっています。さて、で、
コンフィグが完成して、あとは OpenOCD だと -F で、デバッグ用の JTAG アダプターのコンフィグと、あと、ターゲットのコンフィグを -F オプションで加えてあげれば、まあ、動くようになります。で、実際に立ち上げた時のログはこんな感じで、ごめんなさい、なんか 0.10.0 ってなってますけど、プラデブってついてるように、最新版の OpenCD のコードを持ってきています。で、ちゃんとつながってなんか ZAPID が見つかって、ハードウェアハズ6ブレックポイントなんで、4ウォッチポイントって言ってるんで、どうもコアの中身の少なくともブレックポイントが仕込めるレベルで情報が取れてるんだなっていうのが分かって、 GDB のそのなんかポートも立ち上がってますと。で、テルネットで OpenOCD の、 そのサービスにアクセスすると、そのテルネット経由で OpenOCD にコマンドが送れるんですけども、ここでターゲットってやってみると、コアがまあ0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って23コア全部取れてます。ただ、0番目以外は、特に中身を、なんか初期化とか何もしてないんで、0番目はランニングで見えてるんですが、それ以外はエグザマインディファードディファードみたいな、なんてこれ呼べばいいんだ、まあ、なんかランニングじゃない状態になってます。で、あとは、実際に DDB、 次は DDB でアクセスした時のログなんですけども、 DDB、IRT64 向けの DDB を立ち上げてターゲットリモート3333ってやると、OpenOCD が立ち上げた GDB サーバーにつながって、でここであの IR でインフォレジスターというコマンドが、これ省略なんですけども、レジスターの中を読んでみると、なんか ARM64 のレジスターの名前って X いくつってなってるんですけど、 X だってなって X30 まで全部見えてて、中身が見えてて、この中身が正しいかどうかはちょっ とまだ検証できてなくて、もしかしたら変な値が見えてるかもしれないんですが、ただなんか見えてそうだっていうところまでは確認ができています。というわけで、まあ、ここまで見えたんで、これをフォーラムに投稿する予定で、今文章を作成している途中です。で、フォーラムに投稿して、まあ、もんでもらって、まあ、これで動きそうだっていうのが分かったら、OpenOCD の方にもパッチを投稿してみようかなというふうに予定しています。というわけで、今回のまとめなんですけれども、まあ、データ語を使ってシンクエーサーの CPU のレジスターまでアクセスができるようになりました。で、これを公開情報と、まあ、オープンのツールだけで、まあ、やることができましたよっていうのが今回のまとめになります。ここの課題としては、まあ、あのレジスターは見えたんですけど、まあ、そもそもレジスターの値が正しいのかだとか、あと実際にデバッグで利用してみると結構動かないところがある可能性がありまして、昔なんですけどラズベリーパイの、デバッグの時にあったんですけれども、一見デバッグ動いているように見えるんですけど、ロードコマンドを叩くと、うまく動かなくなる。これ多分 OpenOCD がOpenOCD が、FTDI のドライバーをなんか新しくしたみたいなタイミングで起こったので、多分 OpenOCD のバグだったと思うんですけれども、なんかロードコマンドが動かないとか、コマンゴマとした変なところがあるかもしれないので、まあ、ちょっとみんなで試してもらって、まあ、いろいろやってみて、まあ、動く動かないという情報が得られればいい、情報を得て、まあ、直せたらいいなというふうに思っています。さて、以上で今回の発表終わりなんですけれども、これ使いどころは僕ベアメタルのプログラムをいじるときに使おうと思ってたんですが、どうやらそれより先に別に使わなきゃいけない場面が出てきたみたいで、これ何か分かりますかね。ACPI システムディスクリプションテーブル not found とか言ってるんですけれども、これ、いつ起きたかっていうと、シンクエーサーのマシンを、OS 入れ直して立ち上げてみたら、グラブが立ち上がってカーネルが上がってきた瞬間に出てきたメッセージなんですよ。どうも、なぜかカーネルが、UEFI からそのデバイスの情報、そのなんだシンクエーサーのマシンの情報を取れなくなっているとか、そんな理由だと思うんですけれども、早速活躍の場が出ちゃったかというところで、まあ、あのフォーラムの投稿とかが終わったら、この辺りを贅沢で掘っていかなきゃいけないんじゃないかなというのをやろうと思ってます。以上です。ありがとうございます。ツッコミボケットは一切ないですけど、JTAG もう5年以上業界にいるんですけど、一度も使わないで済んできてしまったので、さっぱりは
知見がなくてわからないっていう感じです。そうですね。リラックスの上だけで生きていければ幸せなんですけれども、なんかすごいの出ましたねなんかカーネルがうまく動かないだとか、あとハイパーバイザーのあたりをいじりたいとかになってくると、QMU でもどうしようもなくなってくるので、贅沢がないと厳しいです。フォーラムウェブの投稿はいつぐらいになりそうですか？今日から文章を作りますで、今回みたいにどうやって調べてたこうなったかっていうのを書かずに、調べたらできたっていう感じで成果報告として出すので、比較的早めに出せるんじゃないかなというふうに考えています。今週の土日か来週中ぐらいに出せたらいいなと思っています。ぜひぜひ。ちなみに今週の土日、特に日曜日は台風で嵐になりますので、家にこもるのは最高です。コロッケを買って帰れば大丈夫。それはあなたのこと。他にあります。はい、どうぞ。ちょっとまあ総合的な質問になっちゃうと思うんですけど、私も実際贅沢でデバッグする画面になったことってほとんどないんですけど、オープン OCD に使うアダプターってその辺で売ってるものなんですか？そうですね。オープン OCD で使えるアダプターは売ってます。で値段的には5000円から1万円ぐらいで安いのは買えます。そんな安いものによりますけれども、マグキン配列は決まってますよね。JTAG のアーキテクチャのって結構違うんですけれども、 ARM の場合はいくつかもう決まっていて2種類か3種類ぐらいしかないですね。シンクエーサーにあるのは2.54mmの普通の ARM 20ピンの JW のコネクターが入ってます。ちなみにこれシンクエーサーのページ記録ボードのページに行く と、シンクエーサーのサポートページがあって、そこの先から、ですね、そもそもファームウェアリカバリするためにこの OpenOCD とこのブラスターっていうのを使えっていうのが書いてあって、そこからどこ行ったら買えるっていうのが出てきたと思います。ただそこからのリンクは、アリエクスプレスかなんかだったよね。そうですね、シードスタジオとか買えるかな。今はシードで買えるんだ。そうですね、私はこれシードスタジオで買ったんですけれども、シードスタジオで4、これ4か、V3 でいいのかな。注意なんですけれども、シンクエーサーとか96ボードシリーズって IO の電圧が 1.8V なんで、ちょっと古い JTAG アダプターだと、5V か 3.5V までしか対応しないものが多くて使えないことが多いです。なんですけれども、1.8V 使えるやつとしては、さっきの、シンクエーサーのサポートページに書かれている、バスブラスターっていうのがあって、これの V3 が、お手もろでいいというふうに書いてます。V4 と違いがもちろんあるんですけど、 V4 側の機能を、これ MIPS キットなんでちょっと違います。あれ ?3? アウトオブスックになったのかな。まあいいや、4でいいや。まあ、これ4だと、45ドルで買えます。で、確か送料込みで7000円から8000円の間ぐらいで1個届いたはずです。まあ、ここにいらっしゃる方って結構東京近ペンの方も多いと思うんで、なんかまとめ買いして秋葉で配るとかやるとちょっと安くなるかもしれないですね。共同購入。そうですね。僕これシンクエーサーに今ガムテープじゃないやと養生テープで貼り付けちゃってるんで、もう1台ぐらい欲しいですね。これ確かこれどっかで売ってなかったっけ？マルツでミップスキットが売ってはいたんですが、すごい高いしので、そうですね、今のところだとシードから直接買った方が、安くて早いかなという状況です。で確か、マルチさんの方に欲しいから商品入れてくれませんかって、リクエストフォームがあったらそこから出すという手もあるかもしれないですけど、
ね、まあ、今のところそうです。シンクエンサーで使うんだったらこれがおすすめです。はい、そんな感じになります。他はどうですかね。じゃあどうもありがとうございました。